ああ、もう年も明けて、そろそろ2月だな。もう冬物はいらないから、春物のコートとか欲しいけど、なんかいいのないかな。とある日。お、ユニクロで春の新作コート出てんじゃん。コーチジャケットに、ステンカラーコート、あとブロックテックの新作も出てる。これでもどれ買っていいかわかんないんだよな。誰か教えてくんないかなと思ってるそこのあなた。今日はユニクロの新作コート全部買ってみてレビューします。はい、というわけで今日は、ユニクロの春の新作アウター全部買ってレビューするという話なんですけれども、主要3アイテムですね、ステンカラーとコーチジャケットとブロックテックコートの新作3型を今回レコメンドということで紹介させていただこうと思います。こちらをですね、全部試着して、色も見てですね、どれがいいのか、そしてどれが悪いのか、そして誰におすすめなのか、誰におすすめじゃないのかを語っていきますので、最後までぜひご覧になってください。私、毎週日曜日、MB アイテム、自分のオリジナルブランドのアイテムを発売しております。よかったら概要欄の方、MB アイテムストア、リンク貼ってありますので、ぜひご覧になってください。かなり、お値打ちというか、コスパのいいアイテムやってます。よかったら見てみてください。それでは本編、行ってみましょう。まず最初は、コーチジャケットから行きましょうか。コーチジャケット4900円でございます。こちら素材がですね、ポリエステル 84%、綿 16%、裏地にメッシュがついているスナップボタンで留めるタイプのユニクロの定番のコーチジャケットでございます。まずいいところと悪いところから話していこうと思うんですけど、いいところからいきましょうか。いいところからなんですけれども、これは出たばっかりなんで多分まだ皆さん見てない人の方が多いんじゃないかなと思います。ただ全国にもう並んでるはずなので、見てみていただければと思うんですけど、触るとわかるんですけど、これ前回までのユニクロの定番のコーチジャケットと明らかに素材感が違います。何が違うかっていうと、これ今僕言った通りだけど、ポリエステル 84%、綿 16% なんですよ。コットン 16% しか入ってないにもかかわらず、これ僕正直触った時に、あ、ユニクロ珍しいな、コットンのコーチジャケット出したんだなって思っちゃいました。ポリエステルっていうことがほぼわからないです。まあもちろん、何百何千という生地触ってるから、その何にも考えないで触って、あ、コットンかなって思ったけど、まあよく見たら確かにポリエステル入ってるのはわかるはわかるんですけど、ただ、パッと見で、そのポリエステル特有のあの安っぽい風合いが出てるか出てないかって言われたら、全くって言っていいぐらい出てないです。ほぼコットンだと思うし、よほど素材に詳しくなければ、これ見て、ポリが入ってるってわからないと思います。コットンらしいその膨らみもあるし、コットンらしいちょっとしたシワ感もありますし、非常にその天然繊維感が強くて、安っぽくないんですよ。で、この手のコーチジャケットで、ポリエステル素材が強く出てしまうと、はっきり言ってスタッフジャンパーになっちゃうんですよ。これ本当によくあるんだけど、どことは言わないけど、例えばイオンモールとかに入ってるブランドさんとかに行って、春先って大概コーチジャケットどこもやるんですよ、メンズって。特に今年は、スポーツテイストが、割とパリとかでも、パリのコレクションとかでも出てたので、多分今年ってスポーツテイストのアイテム、春先結構出ると思うんですね。で、その中で今回、今年、いろんな店に回っても、こういうコーチジャケット、おそらくオーバーサイズのコーチジャケットから、こういうユニクロみたいなスタンダードのものまで幅広くやられてるとは思うんですけれども、結局ポリとかナイロン使っちゃうと、本当にね、イベントスタッフなんですよ。後ろにこう、スタッフって書いてあって、あ、こっちです、こっちです、どうぞお願いしますってやってる、やる気のないスタッフジャンパーになっちゃうんで、素材感超大事なんですよ、コーチジャケットって。僕とかは、ウールのコーチジャケットとか好きだけど、まあ春なんで、まあ手春で高級感がある天然素材って言ったら、まあコットンになると思うんですけど、どうしてもコットンにすると、まず高くなるっていうところ、天然繊維だと高いから、コストが高くなっちゃうっていうところと、まああとはその、コットンだとシワがつきやすかったりとか、その、使っていくともう結構、なんていうかな、経年変化が起きちゃうので、綺麗なクリーンなイメージが出しにくいっていうのがコットンのデメリットだと思うんですね。なので、それを完璧にこなしてるというか、ポリエステルで、だからポリエステルって強い素材なんで、ぶっちゃけこれそのまま洗濯機に入れても全く問題ないはずなんですよ。で、シワもつきにくいし、元々のこのなんていうかな、コットンらしいちょっとした膨らみによるシワ感みたいなのがあるんだけど、いわゆるその生地は、した時のシワ感みたいなのはすぐ消えます。で、洗えるし、張りがあって、長年使ってても多分経年変化起きないと思いますし、でも、コットンらしい風合いはあるんですよ。だからポリエステルのいいところと、コットンのいいところ、見た目はコットンなんだけど、本当はポリエステルっていう、非常にいいバランスの素材になってるので、これは結構、
構ユニクロさん生地選定頑張ったんじゃないのかなというふうに見て思いました。言われなければ本当に気づかないぐらいのレベルなので、ポリエステルだからもうガン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 使える、ヘビーに着用しても全く問題ないいいアイテムだと思います。で、撥水加工されてます。なので、春先まあ気候が変わりやすくなるじゃないですか、梅雨時期とかはね、そういう時にも使えるのかなというふうに思いますけど、ただどうなんですかね、僕ちょっと余談ですけど、撥水加工こういうアイテムでつけるけどフードついてなかったら意味ないんじゃないかなとかって思うんですけど、そうじゃないんですか。で、そうじゃないの、ないんだよね、きっと傘差してる時に、まあ、こういうところにつくから撥水つけた方がいいんだろうね。でも俺あんまり気にしないんだけど、どうなんですか皆さん。俺フードがついてるんだったら俺撥水ついてた方がいいけど、フードついてないんだったらどうせ俺傘差すから別にいいけどなとかって思っちゃうのはマイノリティなのかな、ちょっとわかんないですけど、まあ、僕はだから撥水加工ついてるからだから何って思っちゃうんですけど、フードついてねえからどっちにしたって傘差すじゃんとかって思っちゃうんだけど、どうなんですかまあいいか。あとはですね、サイズが大幅に改善されてます。前回よりもちょっとリラックスサイズになってますかね。まあ前回もそんなに別にピタピタのサイズじゃなかったですけど、ゆったりした身幅にさらになってるので、まあ中に結構着込むことができます。だからまあ早い時期から着用可能かなって感じがしますね。裏メッシュで通気性もいいので、まあ、正直これ、後で話すけど袖もこれリブがついてるのでぐっとこうまくって着用することができるから、まくって着用して例えばシャツ感覚で短パンとかに合わせて着ることもできると思うので、夏直前まで使えるアイテムだと思うんですよ。こんな感じでね、ここの袖をこうグッとこう、これ止まるのね、リブがついてるから。だから結構本当に着用期間は長いと思うんだけど、ただ身幅が広いので分厚いヘビーなニットとか入れても全然着膨れしないから、もう3月ぐらいから使って夏直前はこう袖をまくって短パンに合わせてっていう着こなしもできるわけなので、なんか期間としてはすごく長いからそれはめちゃくちゃいいかなというふうに思います。まああと色味がすごく綺麗ですね。そのコットンミエスル素材を使ってるっていうのが一番でかいと思うんですけれども、発色がすごくいいです。特にこのこれ何色だっけな、ベージュカラーかな、ベージュカラーだと思いますけれど、これナチュラルか、ナチュラルカラーになってると思いますけど、この色味すごくいいですね。ナチュラルの色味っていうのはなんだかんだ作業員になっちゃうんですよ。コーチジャケットとか、ドリズラーとか、スイングトップとか、あの辺のこう春向けのこうショート丈のブルゾンでベージュカラーって定番だけど、いざ着てみると本当農作業のおじさんみたいになっちゃうんだね。で、農作業のおじさんにさせないベージュのブルゾンっていうのは結局素材感勝負なんですよ。安っぽい素材で、それこそポリエステルとかの安っぽい素材でベージュにしちゃうと本当におじさんになっちゃうんだけど、これはね、風合いもすごく綺麗ですし、もうスナップボタンとかもカラーマッチで同じ色にしてたりだとか、作業員感があんまり出ないようにしてるので、こういうベージュカラーってどうしてもおじさん臭くて嫌だなって思ってる人は一回チャレンジしてもいいかなというふうに思います。十分そのおじさん臭さが消えてるアイテムと言えると思いますね。あとはですね、裏メッシュ、まあ春物なんで裏地がメッシュになってるんですけど、裏メッシュにしては珍しく、内ポケがついてますね。携帯とか入れられる内ポケットがついてるので、これ結構珍しい。普通あのメッシュつけると大体内ポケットないんですけど、あとサイズ感だけちょっと言っときますけど、 175cm66kg 僕で、XL サイズを買わせていただきました。まあこのぐらいがちょうどいいかなというふうに思います。僕普段 L 着るんですけど、ワンサイズアップした方が多分今っぽく着れるんじゃないかなと思うので参考にしてください。あと値段がいいところだよね。これ4990円とは思えないぐらい、あの風合い、何度も言うけど風合いすごく綺麗で、シルエットも良くて着る期間も長いのでめちゃくちゃいいアイテムだと思います。今度は悪いところいきます。悪いところなんですけど、さっきも言った通り僕は撥水だけどフードがないっていうのがちょっとアンバランスで、なんかどうなんだろうなって思ってるっていうだけ。あとはですね、悪いところ、あまりにもさすがにシンプルすぎるんじゃないかなっていうのはありますね。なんかもうちょっとぐらいデザイン欲しいよね。作業員っぽく見せないためっていうのもそうだけど、なんかこう胸張って着れないっていうかさ、普通じゃんってなっちゃうじゃない。コーディネート超頑張ればこういうのかっこよく、めちゃくちゃかっこよく見えるけど、普通のパンツ合わせたら普通の人になっちゃうじゃないですか。だからなんかもうワンアクセントぐらいのデザインは欲しいよ。例えばまあじゃあなんかワンアクセントって言ったって MB さん、じゃあワッペンつけるんですかとか、ポケットつけるんですか、ジップつけるんですかとか、そういうことじゃなくて、例えばサイドにスリット入れるとかさ、スリット入れてここあのスナップでこう止めて開くことができるとかさ、今っぽくこのサイドスリットとか深めに入れればいいじゃない。それだけでも十分その
なんていうかデザイン性は出せるし、でいらない人はサイドスリット止めとけばいいし、なんかコンシールジップとかつけて、まあ、コストちょっと上がるけど、なんかそういうことすればいいのになとは少し思いました。あとフードの件に関してもそうなんですけれども、ちょっとこの例えば襟裏にフード内蔵させて、襟のボリュームつけて、こうちょっと膨らみのある襟にしてあげたりすると小顔効果が出て普通のコーチジャケットじゃなくなるのかなとは思ったし、まあね、4990円って多分その範疇の中で作ってるからできないこと僕多分言ってると思うんですけれども、なんかもう1000円ぐらい高くなってもいいから、デザインが入るとさらにいいアイテムになるんじゃないのかなというふうに思いました。あとこれは好みあると思うけど、去年と比べると裾のドローコードがなくなってます。去年は裾のドローコードがあってギュッて縛るとこうタックインできてるような雰囲気が作れたので、なんかインナーとかでも使いやすかったんだけど、コストの関係なのか裾のドローコードが省略されてるので、これはちょっともし期待してる人がいたら気をつけた方がいいと思います。まああと悪いところ、空張りがどうもね、ナチュラルはいいんだけど、このデザインだったら黒あってもよかったんじゃないかな。ネイビーと今回イエローとナチュラルなんですよ。まあイエローはねトレンドカラーなんで、今年2023年 春夏はイエローすごく多いから、まあイエロー出すのすごくよくわかるんだけど、なんか黒あってもよかったんじゃないのかなと思いますけどね。はい、でこちらおすすめする人ですけども、もちろんオンシーンでは使えないので、オフシーンですね、オフスタイルで使う春アウターをなるべく安く欲しい人かなというふうに思います。で高級感もある程度あるし、まあパンツも選ばないですね、ワイドのシルエットでもいいですし、スリムのシルエットでもいいので、まああんまり普通の着こなしにすると本当にごくごく普通の人っていうふうになっちゃう地味なアイテムではあるので、若干デザインボットム、デザインパンツだったりとか、例えば小物、まあ、こういうシルバーだったりとか、まあ、何かしらプラスした方がかっこよく見えるとは思うけど、まあでも、シルエット的にはスリムのパンツ合わせても、ワイドのパンツ合わせても、全然シルエット崩れない、非常にいい着丈になってるので、まあなんか、汎用性はすごく高いのかなというふうに思います。最後、点数ですけれども、点数は100点満点中80点とさせていただきます。もうワンアクセント1デザイン欲しいところだなっていうのが、僕の中でちょっと強かったので20点ほど引かせていただきました。続いていきましょう。続いて、スリーベイステンカラーコート、こちらですね、スリーベイステンカラーコート、こちらも同じようにいいところと悪いところをおすすめ話していきましょう。素材なんですけれども、こちら表地が 59% ポリエステルで 41% がポリエステルを 主成分とした複合繊維になっています。つまりですね、天然繊維コットン何も入ってないんですね。でこれさっきと話も同じなんですけど、これまあまあコットンです。もう本当にわかんない、この辺の、素材の表現は本当にすごいなと思います。コーチジャケットもそうだし、このステンカラーもそうだけど、本当にこうコットン見えするので、高そうに見えますね。非常にこれはいいところだと思います。で、今回、スリーウェイステンカラーコートっていう珍しい名前になってますけど、名前の通りスリーウェイになってですね、中にインナーダウンが初めから内蔵されています。で、このダウンを単体で着ることも一応できます。なので、インナーダウンって僕言っちゃったけど、インナーダウンではないの。中綿か。ごめんね、中綿ライナーだね。ダウンは使ってないからね。中綿ライナーですね。ライナー単体で使って、ベストとして使ってもいいし、セットで使ってもいいし、このコート1枚で使ってもいいから、計3ウェイという形になってます。去年は 3way のこのことあったっけな、結構定番で出すんですけれども、一時出してなかったと思うんですよね。だからもしかしたら去年出てなかったかもしれないので、うん、待望のっていう人もいるかもしれないですね。で同じく撥水加工です。まあ僕フードがないと撥水加工ってどうなのかなとはちょっと思うんだけど、まあでもこのぐらいの着丈だと弾いた方がいいかな。あとはシルエットですね。リラックス感のあるシルエットなので、インナーに結構入れることができるから、コーチジャケットと同じですけど、割と息の長いアイテムになるかなというふうに思います。まあ今の時期から中にヘビーなニット入れてあげても、まあある程度は対応できる。まあ1月はさすがに寒いと思うけど、2月の中旬ぐらいで暖かい日だったら、もう都内だったら使えるんじゃないのかなというふうに思うので、割と息が長い。2月、3月、4月。5月に入ったらもう使えないかな。あとは秋に回す感じだと思いますけれども、まあ割と着る期間としては長いんじゃないかなというふうに思います。まあ、ライナーついてるからね、結構あったかいので。ただ見た目はね、ちょっとその薄手に見えるから、今の時期からだとちょっと不安かもしれないですけどね。で、悪いところ言います。悪いところなんですけど、これ、オン、オフでも使えますっていうことを、ユニクロの商品ページには書いてあるんですけど、僕正直な話、本当に正直な話、オフだとそんなにおしゃれに見えないと思います。で、なんでおしゃれに見えないっていうかっていうと、サイズ感があまりにも微妙ですね。これ完全にオンスタイルの需要をメインターゲットにして作ってるんですよ。
で、商品ページでは、まあ、オンでもオフでも売れたら嬉しいじゃない？ユニクロ側としては。だから、オンでもオフでも使えますよって歌ってるんだけど、実際はオン向けにターゲットを絞って作ってるはずなんですよ、これ。どう見ても。だから、あ、オフでも使えるんだと思って着用すると、オン向けのちょっと短い着丈なんですよ。ステンにしては。今のトレンドのステンカラーって、膝にかかるぐらいの長さのステンカラーが今トレンド。それか、もうちょっと短いぐらい。スーツ用に使うステンカラーっていうのは、あんまり長すぎると、ドレスなスーツがちょっとルーズに見えてしまうので、セミロングぐらいなんですね。スーツに着るためのステンカラーって。で、これセミロングなんですよ、完全に。で、あとデザインも入れてないじゃないですか。今のオフスタイルのデザインだったら、もうちょっと何か入れた方がいいと思うのよね。例えばポケットとかも、こういうスラッシュポケットじゃなくてパッチポケットにするとか、本当に細かいことなんだけど、今のトレンドのステンカラーではないです、はっきり言って。で、これ、オンスタイルだったらこのぐらいシンプルが合格なんですよ。で、セミロングのこのぐらいのシンプルなのがビジネスシーンだったら絶対使いやすいし大正解だと思うけど、オフでこれ使うとちょっとサイズ感が古い。もうこの一言に尽きると古いです、はっきり言って。今の例えばトレンドのブランドとかを言うと、スタジオニコルソンとかオーラリーとか、まああの辺がステンカラー得意なところだと思うけど、まあスタジオニコルソンはそんなにあれだけど、オーラリーとかのステンカラーとかすごい毎年売れてますけど、あの辺のステンカラーってやっぱりちょっとサイズがでかかったりとか、着丈が長かったりとか、何か普通のサイズだったら何かデザインが入ってたりとか、ちょっと癖がないと今のステンってあんまりかっこよくない。これ明らかに古いです。オフとしてはね。なので、オフシーンで使うんだったら、もしオフシーンでユニクロでこのステンカラーが欲しいと思うんだったら、2サイズはアップしてください。2サイズアップすれば、これオフスタイルでも使えると思います。で、実際、ユニクロの公式のコーディネート写真、見てみるとわかるんですけど、カジュアルでかっこよく着こなしてる人のコーディネートはやっぱり2サイズアップしてるんですよ。この人の着こなし、まあ、かっこいいじゃないですか。これ公式の着こなしですけど、2サイズアップしてます。この人は明らかにもう2サイズ下でも入るサイズなのに2サイズもアップしてるので、この人の着こなしを参考にしてもらうといいかなというふうに思います。これをジャストサイズで着るとちょっと前の10年前のオフスタイルのステンカラーになってしまうので、今っぽく着るんだったら2サイズ上。この人だって170センチで XL 着てるからね。この人 M でもいいはず、いや S でもいいはずだから、究極3サイズアップしてんのか。で、まあ3までやんなくてもいいけど、僕、普段 L サイズですけど、だからこれ着るんだったら、XL、WXL なんで、WXL が僕のサイズだと、175センチ、66キロだと、WXL が推奨でございます。で、悪いところ続きます。3メイトあるけど、ぶっちゃけベストだけで着るやつはいないと思います。これもう商品ページ見てもらってもわかるけど、はっきり言ってベストだけで着ると、超イマイチです。ほぼ着ないでしょ。でも、頑張ってるんですよ、ユニクロ。すげえ頑張ってるなって思ったのが、これ、ベストとしてちゃんと成立するように、内側のスナップボタン外すと、ちゃんと考えられていて、このベストだけでスナップがはまるようになってるのね。だから、普通こういうライナーって、構造上、ライナーだけで着ると、ここが止められなかったりするのが多いんですけど、これは、実際ベストだけで着ても、全然止められる、前は止められるので、まあ、製品としての完成度を上げてるのはすごいなと思うし、ポケットもついてるんですよ。ベスト単体にね。だからすごく作り込んではいるけど、ただ、肝心のデザインがいまいちなので、多分このベストだけで使う人はいないから、実際3ウィンにはならないと思います。あと悪いところ。まあ、しょうがないんだけど、これ値段が高いと思います。まあ、全然しょうがないと思う。この3ウェイにして、ライナー入れて、素材感もこだわって、ステンカラー、着丈の長い洋尺のかかるステンカラーで、これ12000円だっけ ?12000 円でしょ ?12900 円か。まあ、普通のブランドからしたら安いんだけど、例年のユニクロからしたら、僕ちょっと高いなと思いました。これ9000円ぐらいで出してなかったって思っちゃったんですけど、僕の勘違いかな。なんかやっぱり原材料が上がってるのかわからないけど、少し、値上がり感を感じちゃいました。あとは、デザインの話ですね、悪いところ。コーチジャケットと同じなんだけど、あまりにもやっぱり地味すぎる。まあ、これは、オンスタイルに特化してるんだったら、これで大正解なんだけど、商品説明文にオンでもオフでも使えるって書くんだったら、もうちょっとなんかしなきゃいけないと思う。少なくとも、わかんないですけど、伝え方はわかんないけど、オンスタイル用のコートだけど、オフスタイルだとワンサイズぐらいアップするとリラックスシルエットになってかっこいいですみたいなことが、ユニクロさんがどうにかこうにかして伝えてあげると、間違って買う人が少なくなるんじゃないのかなと思うんですけどね。だから商品説明とか打ち出し方がもうちょっと精度高くなると、このコートって正しく着る人が増えるんじゃないのかなというふうに思う。だって、オフ
でこれ着ておしゃれになる人多分いないよ。はっきり言うけど、はっきり言っちゃうけど、ジャストサイズでこれ着ておしゃれに着れる人ってほぼいないと思いますよ。だから今のトレンド感じゃ全然ないので、これはねちゃんと言わなきゃいけないと僕は思いますね。で、おすすめする人なんですけれども、オンスタイル用のコートを探している人におすすめです。どうしてもオフスタイルで着たい場合は2サイズアップ、そしたら全然普通に着れると思います。点数なんですけど、オン用途ならオンスタイル用途なら70点、オフスタイル用途なら50点とさせていただきます。なんとなく納得の、僕の今の話聞いてると納得の数字じゃないかなというふうに思います。では最後いきましょう。最後、ブロックテックコート12,900円です。こちらも春の新作でございます。こちらもいいところと悪いところ解説していきましょう。時間も迫ってきてますのでコンパクトに話します。素材がですね、 65% ポリエステルの 35% コットンが表地になっています。で、ブロックテックコートはレイヤー構造になっていて、生地の中にですね、フィルムを挟んであります。で、この化学的なフィルムがですね、糖質防水という機能を生み出していて、水を弾いてくれる、まあ防水ですね、防水にしてくれるんだけど、水の侵入を防いでくれるんだけど、中の湿気を出してくれるっていう、糖質性と防水性を兼ね備えた素材になってます。これまさにいいところの一つですね。糖質防水機能。糖質防水機能っていうのは、アウトドアで、ゴアテックスとかですね、ゴアテックスとかが、有名な、機能ですけれども、なんか感覚的には不思議だよね。水が外からは入んないけど、中の湿気は出してくれるっていう。つまり、蒸れないわけですよ。だから、今とかの時期からでも、全然使えるサイズ感だし、生地感なんだけど、中にニットとかがっつり入れて、防寒して、で、水も走ってくれるから便利だけど、こういうアイテムって、電車の中に乗ると汗だくになるじゃない？でもこれ、糖質性が入ってるから、汗かいてもすぐ湿気逃がしてくれるから、かなり不快感が軽減されます。で、都市生活されてる方っていうのは、屋内と屋外の温度差が非常に激しいんですね。そうすると、必ず汗をかくんですよ。で、汗をかくと、体表にその水分がついて、その水分が気化熱で、蒸発するときに熱を奪ってしまうので、体温を奪ってしまって、風邪になったりとか感染症になったりとかしちゃうので、まあ、大げさに言うとそうですね。まあ、風邪ひく人結構多いと思います。それで、屋内と屋外の気温差で汗かいて、気化熱で体温を奪われてっていう、まあ、定番のコースですけど、都市生活者の定番の風邪ひきコースですけど、それがある程度軽減されます。これ結構びっくりすると思うし、アウトドアのアイテムがなんでこんなに流行るか、特に首都圏でなんで流行るかって言うと、やっぱそれだと思うんですよね。コロンビアとかアークテリクスとか、ノースフェイスとか、あの辺のマウンテンパーカー着て出社する人とか結構多いけど、快適なんですよ。寒さはしのいでくれるけど、電車の中入っても、まあ、蒸れるは蒸れるんだけど、そこまで不快にならないっていうのが非常にいいアイテムなので、一回着ると癖になりますね。で、それを安く提案してくれてるのが、まあ、本来こういう糖質防水素材っていうのは非常に高いんですけど、化学的なフィルムを入れたとか、技術的なハードルがあるので、高くなりがちなんだけど、ユニクロはブロックテックっていうオリジナルの、糖質防水素材を開発して、開発したのは多分5年前とか6年前ぐらいだったと思いますけど、そこからもう価格破壊が起こってるので、めちゃくちゃおすすめではあります。で、同じようにですね、当初ブロックテックってもう本当にこう化学繊維感バリバリだったんですけど、最近はコットン見えする素材感に仕上げていてですね、こちらもコットン見えのブロックテックコートになっているので、素材感も非常に高級感があっておすすめでございます。ブロックテックっていうと、短い着丈のブロックテックブルゾン着てる人いると思うんですけど、ブロックテックパーカーか着てる人いると思うんですけど、あれと素材感違ったりします。ブロックテックって言っても一種類じゃないんで、硬いブロックテックと、すごいペラペラな柔らかいブロックテックと、いろいろあるんですよ。ゴアテックスと同じだね。ゴアテックスもパックライトシェルとか、プロシェルとか、いろいろあるじゃないですか、種類がね。薄さとかで種類が全然違うんですけど、ブロックテックも同じで、これかなり硬い方です。ブロックテックのシリーズの中で。で、もし、ブロックテックパーカー持ってらっしゃる人がいたら、その素材とは多分違います。それが柔らかい素材になってると思うんですけど、さらに硬くて張りがある素材になってるので、ブロックテックシリーズの中でも、高級感の高い素材感になってるんじゃないのかなというふうに思います。まあ、あとはシンプルかつ品の良いコートデザインになっているので、これオンでもギリギリ使えるんじゃないのかなというふうには思います。オンスタイルでもオフスタイルでも活用可能なアイテムになっております。あとはこのブロックテックの素材の硬さのおかげで、体のラインが出にくいですね。硬い素材って体のライン出ないんですよ。柔らかい素材っていうのは体にこうフィットするので、どうしてもこう体の凹凸が出る。つまり、お腹出てる人はお腹の形が出てしまったりとか、むっちりしてる人はむっちりした体のサイズが出てしまう。でも、硬い素材だと体にフィットしないので、体型があんまり出ないんですね。
そういう意味でもすごくおすすめ。だから太り気味な中年男性、僕みたいな中年男性にも非常におすすめできるアイテムになっています。で、スナップボタン一つにしてもですね、わざわざ特殊なものを選んできていて、結構凝ったデザインになっています。で、フードもですね、こう立ちがすごくいいので小顔効果もあってスタイルアップになるので、いろんな面で僕このコートおすすめでございます。さあ、じゃあ悪いところ行きましょう。悪いところだと、物からすると安いと思うんだけど、既存のブロックテックパーカー6000で出てるんですよ。で、そこから考えると、ブロックテックのコートで急になんで12,900円もすんのって思う人が意外と多いんじゃないかなと思うから、値段は若干気になる人多いかなというふうに思います。ただ、さっきも言った通りだけど、ブロックテックって言っても素材が違ったりするから、ブロックテックパーカー6000円だから、コートで12,900円でこれ高すぎじゃないって、裏地も別についてないのにって思うかもしんないけど、僕は妥当だとは思うんですね。でも多分値段が引っかかる人は多いと思います。これ9,000円だったら全然ありだと思うけど、ちょっと12,900円ってのが少し気になるかなっていうところですね。表現の仕方変えた方がいいのになと思うんですよ。ブロックテックって言われたら全部同じ素材って思っちゃうから、オンラインで買う人は。だからなんちゃらブロックテックとかさ、なんか分かんない、言い方分かんないけど、ハイエンドブロックテック、それうちかなんか変えた方がいいと思いますよ。と、あと構造上仕方ないと思うんですけど、収納が極めて少ないです。裏地がないからしょうがないんだけど、内ポケないんですよこれ。そう、ユニクロにしては結構珍しい、ないのね、内ポケが。これ内ポケ作ってくれればいいのにね。そしたらなんかオンシーンでも活用できますよとかいろんなこと言えるのに、ここにね、つければいいんだけど、ここにつけると裏地がないから多分表側にステッチ出ちゃうから、どっかと一緒に、ここと一緒に巻き込んで縫って、あ、でもここは出るか。なんか、こう、なかったかな。だから、2箇所しかないのよ、表側の。このサイズでかいから、正直僕はそこまで困んないかなとは思うけど、やっぱ内ポケ欲しいよね、普通はね。アウターだったらね。で、それがちょっとこう、ユニクロにしてはもったいないなと思います。で、着丈も悪いところなんですけど、着丈も、正直もうちょっと長い方がいいかなとは思います。半端な長さで若干合わせにくい。もうちょっと長かったら、だから1サイズか2サイズアップさせた方がいいかなというふうには思いますね。僕175cm66kg で、これ XL サイズですけれども、XL か、僕 WXL でもいいかなって感じがします。おすすめする人ですけれども、春コートを探すすべての人におすすめできるアイテムだと思います。着丈若干気になるし、値段が若干気になるって今悪いところは言ったけど、オンスタイルでもオフスタイルでも使えて、機能性も高くて、デザイン性も高くて、そして体型のスタイルアップにも役立つので非常にいいアイテムだと思います。点数は100点満点中90点。今回の3つの中で僕はこれが一番おすすめでございます。ただ値段がネックっていうぐらいかな。ただクオリティはすごいです。正直値段がネックって僕言ってるけど、これで儲けが出てるのか心配になるぐらい安いは安いんです。物からしたらね、物からしたら安いんだけど、ただユニクロの他の製品から比べると割高感を感じる人が多いと思うから、ここが許容できるんだったらおすすめっていうところですね。はい、というわけで今日はユニクロ春の新作アウター3つを一気に紹介させていただきました。かなり長尺になりましたけれども、参考になったんじゃないかなというふうに思っております。私メンバーシップやっております。 YouTube メンバーシップではさらに深い情報、ユニクロ GU じゃなくて、ブランドもの、ハイブランド、ラグジュアリーの歴史など、散々語っておりますので、ファッションを専門的に勉強したい方はですね、ぜひ、概要欄の方メンバーになるボタンで、メンバーになってみてください。それではまたお会いしましょう。 MB でした。バイバイ。